はい、今回もですね、紹介するんですけど、めちゃめちゃ渋いの紹介しましょう。誰かわかりますか？デューデクです。デューデク。デューデクダンスのデューデクです。オープン、ディフェンス18、パワー16。まあ、それが普通かな。ポーランド代表のね。まあ、なぜ彼が紹介するかって、それは皆さんわかりますよね。チャンピオンズリーグ決勝のデューデクダンスですよね。PK くね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 くしてね。あれどこで相手 AC ミランか、イスタンブールの悲劇と言われてる、まあ、ミラン側からするとね、そうですね、あの試合は感動しましたね。リバプールが先に3点取られたんですよ、前半だけで。ミランにもうその時点で終わりじゃないですか、チャンピオンズリーグで。でその時の AC ミランのセンターバックってスタムネスタマルディーニとかいるんですよ。もう無理でしょ絶対に。ところがね、後半に3点取って追いついたんですよ。で、延長戦になって PK で勝つみたいな。すごくない？その時の PK を止めたのがこのデュデクなんですよ。くねくねして。で、実際これね、俺使ったことあるんですよ。で、くね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 して、止めるんですよ、本当に。これなかなかね、面白いカードですね。皆さんもぜひ使ってくださいって言いたかったけど、もう使う時ないからね。マジで懐かしいカード。デュデク。まあ代表ではね、まあポーランドなんでね、その強くないから、まあワールドカップには出てたかもわかんないですけど、まあそんな目立った活躍できなかったですね。でもね、ついてないのはね、この人チャンピオンズリーグ取った次の年に首切られてるんですよ。やっぱベニテスがね、スペイン人なんで、やっぱりスペイン人のゴールキーパーが欲しいって言って、あの時レイナかな？あの時デュデク残しとけばね、もっとなんかすごいこと起きたんちゃうかなと思うんですけど、ベニテスはね、ちょっとね、意外とね、情がないんですよね。まあまあまあ、しゃあないですけど。まあそんな感じでね、今後何してるのかな、デュデク、マジで。まあでもチャンピオンズリーグ取るってね、もうサッカー界ではもう頂点中の頂点ですから、もうそれ取っただけでもね、すごいことですからね。はい。はい、まあそんな感じで、元ポーランド代表、元リバプールの、デュデクダンスのデュデクでした。ありがとうございました。